バカキンの家を TNT にしちゃったよ。今度は家の周りをクリパまみれ。爆発しまくりで地獄だね。家の周りをマグマにもしちゃったよ。みなさんどうも、バカバカプーバカキンです。今日はマインクラフトで僕のワールドを作ってっちゃうぞと見せかけて、バカキンには僕のワールドをやらしちゃうよ。なんでそんなことするんだ？それはバカキンが作ったワールドを荒らすためだよ。恐ろしいことを考えてるな。とりあえず何か建築するまでバカキンの様子見ときますか。それじゃあバカキンワールド頑張っていくぞ。まずはベッド作った方がいいのかな。よし、牛を探しに行くぞ。羊だろ、こんなでマイクはちゃんとやれるのかな。建築始まるまでまだまだ時間かかりそうだから寝て待ちますか。寝ないで待ってあげなよ。牛がいたぞ。羊のこと牛って覚えてんだ、バカだな。どんどん牛を倒していくぞ。牛はどこかな。あ、何かあるぞ。これは村か。あっさりと村見つけたよ。なかなかやるな、バカキン。村人たち顔色悪すぎだな。これゾンビ村だから。じゃあこれも荒らししちゃおっかな。レアな村なんだからやめてあげなよ。キスに倒してベッド作って戻ってきたぞ。土を集めてここに家を作っていこう。いよいよ家作りか。どうやって荒らそうかな。土を並べていって家を作ろう。土は荒らしやすくていい家だな。荒らしやすくていいとこないから。めちゃくちゃ豪華な家作っちゃうぞ。もしかしたら荒らすのもったいないような家作っちゃうんじゃないの。はい、できました。ただの豆腐家かよ。これなら荒らしていいか。それは失礼だろ。この世に荒らしていい家なんてないから。じゃあ荒らすんじゃないよ。夜が来たし寝るとしますか。それじゃあおやすみなさい。寝てる間に荒らしちゃおう。今回は家を全部 TNT にしようかな。寝てる間に恐ろしいことになっちゃうよ。さあどんどんと土を TNT に変えていこう。そうとは知らずに寝ているよって目開いてる。もしかして起きてる。マイクラみんな目開けて寝てるから大丈夫だよ。たっぷり寝てるな。周りで落としててなんか怪しいと思わないのかよ。急いで TNT にしていきましょう。全部 TNT にし終わったぞ。 TNT にするだけじゃ意味がないから家の中に仕掛けを作っていこう。家の中で作業されたら普通は起きるけどね。板を置いてこれと一味唐辛子をつなげていこう。一味唐辛子じゃなくてレッドストーンね。松明邪魔だから壊して、 TNT までつなげる。じゃあ外に出ますかって踏んじゃった。あちょぴちょぱー。何やってんだよバイジー。バカキンに踏ませて驚かさったのにやるくっちゃった。たっぷり寝てるなーってなんだ。急にやられちゃったよ。あちょぴちょぱー。急にここら辺がボコボコ、マイクラ隕石落ちるようになったのか。誰かの仕業とは思わないんだな。だけどベッドなくなっちゃったな。かわいそうだからベッドはあげよう。そう思うなら荒らすのやめてあげなよ。なぜか急にベッドゲットした。神様がくれたのかな。ありがとう。これで寝れるぞ。おやすみなさい。すごいボコボコになっちゃってるな。設置して家建ててくか。次こそはちゃんと TNT の罠仕掛けるぞ。ここら辺を設置、そして土でまた家を作っていくぞ。またまた土で。嵐のプロにはありがたいな。嵐のプロとかないからね。さあ家ができたぞ。最強の頑丈な家ができたぞ。どこが頑丈なんだよ。秒殺で壊せる家だよ。夜も来たし寝るとしますか。おやすみなさい。それじゃ寝てる間に作業しちゃいますか。屋根壊されて家の中に雨入ってきてるよ。普通起きるけどね。そしてすごい音で作業してるよ。こんなことされたらもう起きちゃうよ。周りが騒がしいな。今日は豪雨なのかな。なんで気づかないんだよ、バカだな。土を TNT に変えたので、あとは板を置いて終わりだ。
今回は踏まないように注意して作業。果たしてどうなるのか楽しみだな。たっぷり寝たな。今日は村を探しに行くか。 TNT に変わったこと気づいてないのか。それじゃ村探し出発だ。ってなんか落とした。何の音だ。というか壁が土じゃなくなってる。爆発した。なんで。というか壁が土じゃなくなってる。爆発した。なんで。全く意味がわからず、アジュビジュパー。今回は嵐大成功。なんで爆発したんだろう。土は雨に濡れると TNT になるのか。土が変わるわけないでしょう。まだ荒らされたって気づいてないのか。またここら辺ボロボロ。整地して家建ててきますか。家建てる部分だけ整地すればいいか。そして今回は丸石で家を作っていこう。荒らしにくい悪い家だな。普通荒らされない方がいいんだけどね。荒らされるとも知らずに頑張って作業してるよ。時間かかりすぎちゃって、もう夜になっちゃったよ。完成したのは真夜中。ここからベッド作りに行かなきゃいけない。あちゅぺちゅぱー。仕方ない、またまたベッドをあげよう。上からベッド降ってきた。またまた神様ありがとう。それじゃあ寝るか。おやすみなさい。それじゃあまた寝ている間に作業開始だ。まずは暗いから松明で明るくしていこう。そしてこの家を塀で囲っていく。今回は何を企んでるんだ。そして囲った中にボムボムキャベツマンをどんどんと出していく。これじゃあ外に出れないじゃないか。たっぷりとボムボムキャベツマン出しといたよ。これは出しすぎ。たっぷり寝たぞ。それじゃあ村探しに行ってみよう。ってクリーパーがいっぱい。これはどうしたらいいんだよ。バカしてやられて、あちょぺちょぱー。クリーパーがいっぱい。これはどうしたらいいんだよ。バカしてやられて、あちょぺちょぱー。なんでこんなにクリーパーがあって、復活した場所にもクリーパーいっぱい。一生クリーパー地獄になっちゃうの。また復活したらクリーパー、逃げた場所にもクリーパー。いつまでやられたらいいんだよ。バカに何度も何度もやられすぎだから、見ててお腹痛いよ。やられまくってクリーパーをどんどん減らしていく。もうやけくそになってやられまくってるぞ。すごい回数やられまくって、なんとかクリーパーがいなくなったぞ。だけどまた家がボロボロになっちゃった。クリーパー大量に発生したりするから気をつけなくちゃいけないのか。あんなに湧くわけないでしょう。まだ荒らされてるって気づいてないのか。それじゃあ家を修復していこう。丸石の家多少は残ってるから最強だね。たまたまやられなかっただけで最強じゃないから。しっかりと家を修復できたぞ。だけどまたベッドがないんだよな。作りに行くのめんどくさいな。仕方ないな。じゃあベッドあげるか。またまたベッドが降ってきた。神様ありがとう。くれてるの神様じゃなくて悪魔だけどね。夜が来たから寝るか。おやすみなさい。寝たから作業やっていこう。っていうか寝る前から作業してもバレなそうな気がするけどな。さすがにそれはバレるでしょう。今回は家の周りをどんどんと削っていこう。そして削った場所にマグマ流しまくりだ。またまた恐ろしいこと考えるな。そして広範囲でマグマを敷き詰める。復活した場所でもマグマダイブするようにね。そしたら一生マグマダイブじゃないか。マグマたっぷり敷き詰めたぞ。果たしてどうなるのか。たっぷり寝たな。今日こそ村探しに行くぞ。って下がマグマになってる。助けて。やられちゃったよ。あちゅっぺちゅっぱー。今日こそ村探しに行くぞ。って下がマグマになってる。助けて。やられちゃったよ。あちゅっぺちゅっぱー。嵐大成功。復活したら家の中。これじゃあ一生抜け出せないよ。バカだからベッド壊せばいいってわからなさそう。一生マグマダイブするだけのゲームになっちゃったよ。まあこれはこれで楽しいか。変な楽しみ方覚え出しちゃったよ。だけどどうにかここから抜け出したいな。
思いっきりジャンプすればいけるんじゃないのかなって、届くわけないか。そうか、ベッドを壊せば復活する位置が変わるか。気づいてくれてよかった。一生続くかと思ったよ。これでどこから復活するかな。マグマじゃないところに復活できた。やった。マグマの上に復活しなかったか。一生マグマダイブ計画大失敗で、あじゅっぴじゅっぱー。なんでこんなマグマがいっぱいに。もしかしたら雨みたくマグマが降ってきたのかな。あれ、なんかいる。もしかしてベッドをくれてた神様。それより荒らしてた悪魔だと思いなよ。いるのがバレちゃう、しょうがない。もしかしてドヒーくん。バカキンのワールド荒らすの楽しかったよ。こっちも楽しかったよ、ありがとう。楽しんでたのかよ。じゃあ荒らされてもいいか。だけどちゃんとサバイバルやりたかったよ。それはごめんなさいと見せかけて頭皮見してるだけ。頭皮見してるだけかよ。謝る気ないのかよ。というわけで今日はここまで。嵐の案があったらコメント欄に書いてね。よろしくお願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。